はい、ふみたんでございます。今回は2021年ロレックスエクスプローラー2新型出るのについてお話しさせていただきたいと思います。今回もなるべくわかりやすくお話したいと思いますが、私の思うところをダラダラとお話しさせていただきます。はい、ということでね、今年もねロレックスの新型新作が出る時期がやってきましたね。まあ来月ですよね。今年は50周年を迎えるエクスプローラー2、これが出るんじゃないかって予想されてる方が多いようです。まあ多分なんか出そうですよね。うん、これね面白いですよね。ロレックスが、まあ、例えば正式にアナウンスしてるわけじゃないんですよね。でも世界中のファンの人たちがそういったことを話してるね。みんなでそういうのを楽しむってことですよね。うん、でね、画面で映ってるのは16570ね、ちょっとまあ古い、ちょっとね一昔前になっちゃうんですけれども、私が愛用しているエクスプローラー2になります。この時計についてはまた機会を見てお話しさせていただけたらなというふうに思います。今回はねこれをチラチラ見ながら、ロレックスファンの端くれである私も新型についてね、予想というよりは、まあ、希望とかねそういったことをお話してみたいと思います。ではね、現行のねエクスプローラー2216570ですね。うん、これね今のやつは、ケース42なんですよね。でエクスプローラー2に関しては、まあ、先ほど の16570、ね、これの次がこれ21になるんですね。うん、だから何でしょう、116570ってないんですよね。うん、そう、16570の次がもう 42mm のやつになったってことですよね。うん、で次にね、GMT の機能がついてる時計といえば GMT マスター2ですよね。うん、まあ、違いって言えばね、まあ説明しなくていいと思うんですけれども、GMT のね機能っていうのは、まあ、最近だと24時間系がついてると GMT ってね言ったりする場合もあるわけなんですけれどもね。うん、でも本来は2カ国とかタイムゾーンが2つ以上の時計、それを表記できる、あ、表示ね、表示できる時計、そのことを GMT 機能ね、そういうふうに言うっていうふうに思っています。でね、エクスプローラー2の方を見ると、まあ、ベゼルが回転しないじゃないですか、固定ですよね。うん、だからタイムゾーンは2つってことになります。この GMT の針の方が単独で動かせるわけですよね、別のところにできる。で GMT マスター2の方はそれに加えてさらにベゼルが回転するんで、このベゼルのねポイントを利用してタイムゾーンが3つ設定できる、そういった違いですよね。そしてね、今回ねちょっとね予測というかね、まあ、希望に近いですけれどもお話していきたいと思います。まずねエクスプローラー2といえばね1655ですよね。うん、すごくねかっこいい時計だと思います。今見てもかっこいいですよね。まあ、50年も経つのかって感じですけれどもね。うん、でね今回、まあ、50周年っていうか、まあ、記念モデルじゃないんだろうけど、まあ、50周年でね新しいのが出るってことであれば、この1655のダイヤルモチーフを採用していただきたいなっていうふうに個人的には思っています、ね、特徴としてはこの12時、ね、24時のところですね、この三角がねちょっと大きいんですよね。うん、そして他のプロフェッショナルによく見かけるドットじゃなくてバーなんですよね。うん、これが採用されたらすごくかっこいいし、いいんじゃないかなというふうにね思っています。あとはねベゼル、ベゼルに関しては、まあ、セラミックね、セラクロームが採用されるんじゃないかなって予想されている方がすごく多かったんじゃないかなというふうに感じています。まあ、私は、まあ、それもかっこいいと思うんですよね。うん、
サラクロームもかっこいいと思うんですけれども、私は、まあ、例えば、まあ、ベゼルに関してまずは、まあ、回転しないってことですよね、うん、エクスプローラー2はやっぱり固定ベゼルで、まあ、ソリッドの、ベゼルで、まあ、今風になるとしたらその上に例えば、まあ、サファイアとかがね1枚乗っかるっていうのはどうでしょうか。それもねちょっとかっこいいんじゃないかなと私は思っています。あとはねこの24時間表記のフォントが、まあ、まあ当然変わるんでしょうけれども、この間、うん、例えば22時と24時の間が、まあ、例えば1655の場合だと棒じゃないですか、線っていうんですか、うん、で、まあ、それ以降のモデルっていうのは、まあ、今の現行に関してもそうなんですけど、ちっちゃい三角なんですよね、うん、ここの間のやつが、まあ、例えば変わるとかね、うん、そういうのもちょっと面白いのかもしれないですよね、うん、あんまり全然雰囲気変わっちゃうのもどうかと思うんですけれども、まあ、だけどねうまくやってくれる、そういうふうに思っています。あとはねダイヤルね、ダイヤルに関してはね、まずカラーですよね。カラーは、まあ、黒と白、この2種類系統は、まあ、必ず、まあ、黒は絶対ですよね、うん、あってほしい。あとは白なんですけれどもね、白は、まあ、白じゃなくて16550にあったアイボリーっていうのはどうでしょう。ここもねちょっとかっこいいんじゃないかなというふうに私は思っています。あとはねもしもカラーダイヤルが追加になったら、うん、例えばね、まあ、サブとか他のやつ青とか緑とかあるんじゃないですか、うん、でエクスプローラー系っていうんですか、まあ、1でも2、1ってことないからエクスプローラーとかエクスプローラー2とかね、うん、でカラーのやつとかないんですよね、うん、だからもしカラーが追加されてもまあ面白いかなと思いますけれども、まあ、白とアイボリーはあってそれプラスもう一色ぐらいあると面白いかなと思います、うん、色としては、まあ、青と緑じゃなくて、まあ、黄色か赤がいいんじゃないかなって私は個人的に思っています。あとはね赤サブとかねそういうこうちょっと特別っぽい赤バッジ系の話ですよね、うん、エクスプローラー2の今の現行ってまあオレンジの文字なんですよね、うん、だね今回、まあ、赤でエクスプローラー2ってなっても、まあ、それはそれでかっこいいんじゃないかなとも思っています。でもその時にねこのねジェームティーバリーが、まあ、赤くならないようにしてほしいですよね。やっぱりちょっと黄色っぽい山吹色みたいなカラーっていうのは残してほしいなというふうに思っています。あとはねまあキャリバーに関しては、まあ、エクスプローラー2に関しては、まあ、今まだ3100系なんですよね。うん、で、まあ、GMT マスターは3200系が乗ってると。うん、で今回もしも出るなら、まあ、3200系が乗ってくるっていうのは、まあ、間違いないんじゃないかなというふうに思います。でね、予想としては、まあね、3287が、っていう名前のやつになるんじゃないかなっていうふうにね思いますよね。例えばなんだろう、青やつのパラクロームのヒゲで、まあ、あとはまあ対衝撃っていうんですか、まあ、パラフレックスがつくっていうふうに考えられるんじゃないかなっていうふうに思っていますね。これね機械に関してはね歴代のやつってねずっとねエクスプローラー2のがねなんかねちょっとまあ、体重のやつとかもね、まあ、早かったんですけどねエクスプローラー2の方がね、うん、今回はね3200系は後になっちゃいましたよね、うん、ね余談なんですけれどもね16570のね私 の, 最終1個前なんであれなんですけど、後期が最終型になるとねパラクロムブルーパラクロムが乗っかるんですよね。いかがだったでしょうかね。毎年新型出るっていうとねロレックスからの正式なね発表じゃないんですけれども、世界中のファンの人たちが多分こういうのが出るんじゃないかなっていうのをね予測してみんなで楽しむ、
そういうのもね面白いですよね、うん、で新しいのが出たらあかっこいいなとかね、あのみんなでブーブー言って遊ぶっていうのも楽しいと思います、ね、あとはね今回エクスプローラー2ってことでね、あのこれが出てね、あの5桁のね長らくあんまり人気がなかったね、この16570もねここを機にね爆発してほしいなっていうふうに個人的には思っています。ちなみにね、まあ、2000年以前とかね GMT マスターよりねあのエクスプローラー2の方が人気あったんですよ、うん、まあ、GMT マスター1も2もね私は4桁からずっと好きですけど、うん、その時はね人気あったんですよ、うん、ずっと人気なくてね、なんでしょう、値段もねプロフェッショナル最安値みたいにずっと言われてきましたけれども、まあ、ここに来てねちょっとじりじり来てるような感じもありますし、ね、まあ、人気が出てくれたらいいなっていうふうにちょっと思っています、ね、いずれにしても発表まで楽しみたいと思っています。今回も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。またお話しさせてください。